はい。皆さん、こんにちは。元気なおじです。今日は3月の18日月曜日。時刻の方は18時25分です。ピューピュー。はい。そんなわけでね、今回はね、えっ、ー、とー、こちら。はい。おじがね、再レビューをしたこのヘッドセットね、 これに関してね、えっと、クーポンに関してのお話になります。実はね、えっと、よいしょ。ね、こんな投稿をいただきました。ね。おじいこんにちは。ヘッドセット30%オフ割引クーポンコード適用できませんでしたっていうことで、それであの、元気なおじい確認してみたら、適用できなかったんだよ。で、えっとね、適用できませんって言って、で、言ったら、 ま再発行しますってことででまた再発行してもらったんだよ。で、あの返信したんだよね、これ使いますよって。で、自分で確認したら、使えなかったんだよ、それで。これ使えないじゃんっつてって、これもだめじゃんっ,つってね <laughs> あの言ったんだよ。あのおかしいなと思ったけど、3桁、4桁、4桁のあれって、あの1回使って、 た限りのクーポンじゃないかなと思って発行間違えてると思うんだよね。それでね、あのー、言ったらね。おっしゃらあのすいません。すいません。ってことでね。で、あのー、今度はね。40%オフのクーポンお詫びを兼ねて、もう10%ね。安いクーポンを。 あの、発行してくれました。ね。そんなわけでね、そのクーポンは、あの、ちゃんと桁数もね、他の出品者だと同じクーポンコードの桁数だから、あ、今度は大丈夫かなと思ってね、一応確認しました。で、今現在、このヘッドセットなんだけども、あの、一点買うと50円引きのセールもやってるんだよね。で、この50円プラス40%引きになるかどうか確認してみました。ね。はい。じゃあ、これをね、カートに入れて、 はいで決済行ったらね今回のこのクーポン番号を入れましたで確かにちゃんとクーポンが適用されましたってなりましたで値段の方も確認したらはい1507円で食、ね、料込みで借りようになりました、まあ、商品の代金は2595円、で少量がかからないで、ね、あので割引分1488円のうちの400円は違うから1088円になります。 で、本来、2595円の、えっと、40%引きっていうと、1557円になります。で、50円、ね、あのー、キャンペーンの50円もさらに引いてくれたということで、40%プラス50円安い値段で購入することができます。ラッキーだったね、1507円で今回なんと購入できちゃいます。で、このクーポンが、 あのいつまで有効なのか、問い合わせしてるんだけど、おそらくね、短いと思いますね。な、ま、ん、あ、せ40%オフプラス50円で会社クーポンでねあの、すいませんってね、本当あの、視聴者さんがね、使えないって言ってるんですけどあの送ってね、すいませんってあのお詫びのクーポンなんで、もうあの、この情報を早く見た者勝ちだと思うと、多分40%引きなんてできないからね、本当ね、あのもう見た者勝ち、ねはいで。あともう一個ね、 これはいね、この出品者さんの方から、ね、これあの日本に向けてのプロモーションを作ったのでぜひ、まあ、これを、ね、活用してくださいということで,で音も入っているんだけどあの音もほら、ね、どうなのかなと思ってさでおじいさんとかもぜ、ね、ひ、まあ、これ使ってくれって言われて、ね、あの意味わ分からなかったんだけど せっかく日本語でこれ作ってくれたんだね。だからね、ああ、そうか、つかないともったいないかなと思ってね、せっかく作ってくれたからね。でも、このプロモーションをあの他でも使うと、ほら、重複したねあの、これを全くそのまんまのものをやったら、ね、なんか引っかかると嫌だから、だからこうやって紹介する分にはいいんだけどね、オリジナリティだからね。うんね一応こんな感じで 売り文句、ね、まあおじいが大体あの言ったことほとんど合ってると思うんだけどねデザインも良くて椅子も良くてねあの強度もあってって感じで,で LED で綺麗だし高温したよっていうことでねはいここでね終わりましたはいそんなわけで今回は本当にねあの期待していた方買おうかなと思った方ねあの2回クーポンが トラブルがありましたこれ、ね、でも3回目はねもう本当にあのもに慎重にやってくれてあのここまで、ね、ごめんなさいって言って40%引き発行してくれたんであの流しましょう、ね、であの買おうかなと思った方、ね、この新しいクーポンを使って40%引きプラス50円引きで 購入してくださいね。いやもうこんな男なチャンス、元気なおじいショッピングだけだね。ほんとね。で、あの、この動画の下に貼り付けておくので、そのクーポンを使ってリンクから飛んでいってね、購入してください。ほんだけで、おじいでした。これからもね、リクエストがあれば、どん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 あのクーポンを発行してもらうし、なべく長く発行してもらうし、ね、あの、不具合があったらいつでも言ってください。出品者さんに交渉をします。ほんだけで、おじいでした。またね、バイバイ。